ザ・フォーラム・プレゼンテッド・バイ・チェイスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州イングルートに、所在する屋内競技場。単にフォーラム、あるいは LA フォーラムと呼ばれる場合もある。1967年から1999年まで、NBA のロサンゼルスレーカーズ及び NHL のロサンゼルスキングズの本拠地として使用され、1997年から2002年まで、 本場のロサンゼルススパークスの本拠地として使用された。いずれのチームもステープルズセンターに本拠地を移転している。2010年12月に所有者がマディソンスクエアガーデン社に譲渡した。ボクシングではウンベルト・ゴンザレス対マイケル・カルバハルのライトフライ9ミリオンマッチをはじめファンマヌエル・マルケス。 ラファエル・マルケスなどの試合が行われ、メキシコのボクサーのアメリカでの聖地として名を挙げた。また多くの名選手が負けた場所としてバンクルワセの館と言われている。1987年12月17日の試合を最後にフォーラムボクシングが撤退。その後2014年5月17日にファンマヌエル・マルケス VS マイク・アルバラードとの試合で17年ぶりに復活。 その後東海岸を主戦にした現ナジゴロフキンが本格的に進出して年1、2回ほどだが定期的なイベントを復活させた。ありがとうございます。